なので、まあ、ちょっと最後はね、悲しい感じの曲をやりたいと思うんですが、はい、その前にゲストを呼びたいと思います。まあ今日ちょっとみんな見た人、ベテランは知ってるでしょ、もう誰が来るかね。もうわかるよね、流れ的に、ね、じゃあ皆さんよければね、焼き鳥おじさんと呼んでいただきます。焼き鳥おじさん、スタンバイできてるんかな。外？外じゃない。ああ、オッケーオッケーオッケー、スタンバイできてる。それではみんな声を揃えて呼んでみよう、はい、せーの、焼き鳥おじさん。イエーイ、焼き鳥おじさんこと新芸さんでございます。本日はなんとですね、ラストの曲は新芸さんの弾き語りを伴奏に、歌いたいと思います。 で、この、最後の曲に関してはもうめっちゃ有名だし、しかもアロンちゃんも最近歌ってたしで、絶対知ってる曲だと思いますので、皆さん楽しんで、で、まあ、せっかくね、ちょっと焼き鳥おじさんって呼ぶだけだとすごいかわいそうなので、あの、本当にみんなおじさんに興味ないの分かるんだけど、分かるんだけど、おじさんの話も聞いてあげてください。あの、よければですね、あの、紹介するものとか Twitter の宣伝とか、あとライブの情報ありましたらお願いします。はい、はい、あの、よければで言いますので、新芸と言います、よろしくお願いします。今月はね、来週の19日にちょうど被るんだけどね、多分誰かと、多分あんちゃんと被ると思うけども、この19日に田村の方の、ちょっと場所忘れました、ある喫茶店のところの裏で、弾き語りやりますんで、よろしくお願いします。あとはちょっとおじさん言わなかったんですけど、今あの香川にいる女の子、あずっていう女の子と一緒にあのギターでね歌っておりますので、あのそちらも良ければね、気になった方はツイッターフォローしていただけると嬉しいです。あと、はい、もう一個言うんだとすれば、私が今日ねソロの枠で歌った Just a Lover っていう最初のこうセクシーな感じの笑えよ笑えよたくさん笑えよ笑って元気になるよな。まあ、あの、そう、この曲ですね、これ新芸さんが作ってくれた曲でございます。他にも私の曲何曲か手掛けていただいておりますので、あの、よければそちらも注目していただければという感じで、もしかしたらアロンちゃんとも何かあるかもしれないけどね、実はね。やめてよ。え、やめてよ。だろ、だからみんなちょっとね、あの、そわそわしながら、そう、匂わせね、匂わせね、あるかも、そう、あるかも、あるかも、ワンチャンあるかも言い方言い方という感じですので、はい、皆さんね、コラボ楽しんだ後はもうお腹ペコペコでしょ。私もペコペコ、さっきお腹鳴ったんだよね。そうなので、皆さんと一緒にたくさんね、あの、焼きそばなりご飯なり、あの、肉なりいろいろ食ってね、今日は健やかに過ごしたいと思います。はい、そんな感じでラストの曲振り、あるんちゃお願いします。はい、私が言います。それでは聴いてください、ドライフラワー。
ありがとうございます。こんな感じで、なんか泣きそうじゃない？大丈夫？大丈夫だよ。本当？暑いだけ。暑いだけ、よかった。なんか目がうるうるして見えちゃって、はい。え、そのさ、違うんだよ、リハの時にアロンちゃんが何回も泣きそうって言うから、はい、コアラが歌うとちょっと泣かないでしかもね、最後の曲コンセプトがあってさ、二人とも顔見てなかったじゃないですか。なんかちょっと喧嘩別れっぽい曲ないなんだよ。だからちょっと顔見んとこって、仲悪くなろうこの曲だけっていう話で、ね、そう、だからここでちょうど別れるから、こっちとこっちに向けて歌うことにしようっていうことでやってました。そんな感じでアロンちゃんと私のコラボは、あとはそうですね、卒業の日が最後で終わりなので、皆さんこんな感じで結構面白いコラボで、アノンちゃん、珍しいアノンちゃんも見られますので、お楽しみに。だから絶対卒業ライブ来るんだよ。はいはいはい、あ、偉い、みんな予約してね。そんな感じで、はい、星野アノンとバケゴマルとシンゲで、アノルンゲンでした。ありがとうございました。あのコマって言いそうになっちゃった。あんなに打ち合わせしたのに。